10月15日、南禄海小公園多目的広場で平城公民館区グラウンドゴルフ大会が開かれました。この大会は平成18年から開かれていて、地域住民の親睦を深め健康増進を図ろうと毎年開かれています。今年は11チーム70人が参加したほか、中高生のボランティアが参加して大会運営を手伝いました。競技は個人戦、団体戦で行われましたが、参加者らは勝ち負け関係なく楽しんでいました。頑張りよるけど、この子らも、ちょっと距離感がね、わかんないです。難しい、難しいです。秋晴れのもと、グラウンドにクラブでボールを弾く音が心地よく響いていました。